はい、こんにちは。今日も習慣化のお話をしていきます。実際に習慣化をしていった時にどのタイミングでやるのがいいのっていうような、そんなお話をしていきます。まあ、題して、いつやるか、朝でしょうっていう話です。習慣化っていうのは、まあ、今言ったように単に続けていくことっていうのも、忘れ自体を身につけるのもなかなか難しいんですけど、その習慣化っていうのをより加速して身につけていくためには、何をやるかどうやるかっていうのを、ただやることだけをリストアップして決めていくのではなくって、それを自体をやるタイミングっていうのも大事になってきますよ。つまり時間ですね。時間を何時にセッティングするのかっていうのが重要になってくるということです。じゃあいつやるのがいいかっていうと、朝起きてすぐっていうのがポイントになります。で、これはですね、実験としてストレッチを15分間朝と夜にそれぞれやってもらうグループに分けて取り組んでもらいました。で、習慣化するのに何日かかったのかっていうのを計測してみると、朝方の方は105日、夜方は154日と 1.5 倍の差が出たんですね。で、もう一つのポイントは、朝方、じゃあ朝やればいいんだねっていうだけではなくって、起きてすぐっていうのがポイントなんですよ。で、これは何でかっていうと、コルチゾールっていう、いわゆるストレスホルモンと呼ばれるもの、ポイントになってくるんですけれども、コルチゾールの濃度が高まっていると脳が覚醒、動きやすい状態になってて、で、目の前のことに集中しよう、適応しようと思って体を動かしやすい状態なわけなんですよ。で、だから新しいことへの取り組みとか、それから習慣化しているものとかへの取り組みの集中力が増していて、かつそれが身につきやすくなるっていうような状態が、コルチゾールが高まっている状態なんですね。で、このコルチゾールっていうのが、実はその起きる前後にその分泌量が上がっていくっていう傾向があるんですね。これなぜかというと、エネルギーによって 目を覚まさせるためなんですよ。つまり起きた時に使うエネルギーをそのまま別のもの、例えば朝走りに行くとか筋トレをするとかっていうエネルギーを使うものに発散してやっていく。で、朝30分勉強している人とかもいると思うんですね。そういうものに使っていくっていうのが、いい例です。はい、だから朝起きてすぐこれをやろう、走りに行こう、筋トレをしよう、勉強しよう、読書をしようとかっていうのを決めておいて、それも20秒以内、何日か前に出した20秒ルールっていう動画出しましたけど、それに従って20秒以内にできる準備をして寝るっていうのが大事だっていうことなんですね。これが習慣化を加速させていくための一つの手になります。じゃあコルチゾールってストレスホルモンだっていうことは、ストレスのかかることを受けたら筋トレとかやった方がいいのっていう話なんですけど、これは違います。これは違って、これ起きる時に出てくるコルチゾールって自分が原因になって発信してるものなんですね。親とか上司とかから怒られましたとかっていう風に、人から与えられたストレスに関してはこれは対象外なので注意してください。で、それによって起こるコルチゾールっていうのは、何かに置き換えるためのエネルギーが発散されていくというよりは、どちらかというと甘いものに手を出してしまったりとか、ゲームを長時間やったりとかっていう風に、あらゆる楽な方向への誘惑に負ける傾向っていうのが高いコルチゾールが出るという風に言われていますんで、だから人から与えられたストレスによって動くっていう、これは NG にしておいた方がいいという、そんなお話でした。ということで、じゃあ習慣化を身につけていくためにはタイミング的にはいつやるのがいいのというと、朝起きてかつすぐやるっていうのがタイミングとしてはいいですよということが、今回のお話でした。また習慣化のお話も、次回こう続けていこうと思いますんで、ご覧いただけたらというふうに思います。今日の動画は以上となります。お疲れ様でした。さよなら。バイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。